はい。ナマステ。このビデオは、えー、TTC の、えー、と第5週目の最初の1本目のビデオになりますね。はいえー、今週は、えー、JF スタンダードについてお話をしたいと思います。えー、この最初のビデオでは JF スタンダードとは何かについてお話をします。はいえー、まずその日本語教育の歴史ですけど、1980年代までは このみんなの日本語が中心のですね、このオーディオリンガルという考え方が中心的でした。その後1990年代になるとコミュニカティブアプローチという考え方が中心になりました。えっ、ー、と、このですね、考えを最初に、えー、あのー、 この効果ですね。コミュニカティブアプローチの効果を最初に証明したのは、インドのプラブーさんという人のバンガドールプロジェクトというものですね。ですから、これはインドで始まったと思っていいと思います。今はこの CBSE もこのコミュニカティブアプローチをお勧めしています。はい。2000年になると、ヨーロッパでこの CEFR ですね。Common European Framework of Reference というものが発表されて、これでこの 行動中心アプローチですね。これが中心的になりました。えー、そして2010年からは、その今週勉強している、この JF スタンダード、または JF 日本語教育スタンダードが発表されました。これはさっきの、えー、s f ルですね、Common European Framework of Reference。これに近いです。ですから、これも行動中心アプローチですね。はい。で、えー、昨年、2021年には、 え、文化庁ですね。日本の文化庁が日本語教育参照枠というのを発表しました。え、ここでも、え、ここではですね、日本の国内の日本語学校もこの行動中心アプローチが求められるようになりました。それまではみんなの日本語が、あの、中心だったんですけど、これからはオーディオリンガルではなくて行動中心アプローチが日本の国内でも中心になると思われます。 はい、えー。じゃあ、この、えーっと、行動中心アプローチが、えー、入っている、この JF スタンダードですね。えー、JF スタンダードの前に、まず国際交流基金全体のミッションをご紹介します。これは、日本の友人を増やし、世界との絆を育む。これが国際交流基金のミッションですね。ただ、国際交流基金は日本語以外にもいろいろな仕事をしています。 その中で JF スタンダードは、これは日本語教育の話ですから、その理念としては、相互理解のための日本語。これが、この,の、JF スタンダードの理念として、私たちが考えていることです。はい、具体的にはですね、この行動中心アプローチ、今日も言いましたけど、それから CanDo、それから A1 から C2 までのレベル。 それから、あの、具体的な教科書として、丸ごととか彩りとかそういうものがありますね。はい。これについて今週はいろいろご紹介していきたいと思います。えっ、ー、とですね、この JF スタンダードの詳しいことは、この JF スタンダード .jp、このウェブサイトが詳しいですね。はい。はい。えっ、ー、と、あのー、 えっと、来週はですね、つ次のビデオでは、すいません、行動中心アプローチについてお話ししますけど、その行動中心アプローチとは何かっていうとですね、まず、行動が出発点とゴールであり、えー、評価基準でもあるという、そういうものです。まず、行動、あの、えー、すまり事授業の目標は、何らかの行動ができるようになることですね。これが最初にあります。そして、 え、評価基準。つまりテストですね。テスト。そのテストは、どんな言葉を覚えたかではなくて、どんな行動ができるようになったか。これです。つまり、入り口も、この入り口も、出口も行動なんですね。授業ではもちろん言語も教えますけど、えー、それは目標の行動ができるようになること。そして結果的に、その行動ができて、えー、テストに合格することですね。えー、そういうことを目指しているわけです。 はい。えー、では次のビデオでは、この行動中心アプローチについて、もっと詳しくお話ししたいと思います。フィルミレンゲー。